大イ湖峡橋タイザ橋は、大分県文豪の塩型町大イ湖の一級水系大野川の支流奥岳川の上中流にある渓谷。大分文豪のジオパークのジオサイトの一つ。阿蘇山の噴火によって堆積した阿蘇溶結業海岸を川の流れが削り取って、形成された高さ数十メートルの断崖に、中上節理が発達しており、 宮崎県高千穂町の高千穂橋とよく似た景観を呈している。文豪の市小形町大座湖付近の約 4.5km の範囲が大座湖橋と呼ばれるが、下流の同市清川地区にかけてを含め延長約 11km に及ぶ範囲を指すこともある。この場合には、釈志岩なども大座湖橋に含まれることになる。また、奥岳川にはさらに上流にも渓谷があり、 川上渓谷と呼ばれる。渓谷内には上流から権ン淵、ンブ淵、水王院、犬帰り、乙女淵、中島園、重太郎淵、川瀬美公園、妙見淵といったポイントがある。渓谷には大座湖橋公園、川瀬美公園、権ン橋、犬帰り橋、妙見橋から入渓できる。奥岳川は九州でも屈指の清流とされる川で、 大イ湖郷では、川遊びや、リバートレッキング等が行われている。2001年3月には、下大イ湖付近に新たに川もからの高さ70メートル、橋長170メートルの奥学橋が架けられ、橋からの景観も楽しむことができるようになった。橋から見える70メートル長の絶壁は観光の名所となりつつある。ありがとうございます。